ちは牛鉄です。さあ、というわけですね、本日はですね2023年の5月13日ということで、今ね愛知県芸術劇場ですね、はい、今ねちょうど今日、虹旅のね、虹ヶ崎のファミリティック虹旅のね、Day1 がねちょっと愛知県芸術劇場で、ね、あるんですけどもね、さあ皆さんちょっとね今回はですね、ちょっとこのチャンネルで初めてかな、ちょっと初めてのことをねしていきたいなというふうに思います。はい、ちょっとねアンケートです。はい、まあ、アンケートね、その何を聞くかというとですね、このねその虹旅名古屋公演に来ている人たちは大阪飛ばしをどう思っているのか、そして最近名古屋がねすごいねライブ名優遇されて、逆に今度はね大阪がねちょっとあまり少なくなっているんですけどね、それについてねちょっとどう思うかについてねちょっと検証していきたいなと思います。はい、だいたいね15人ぐらいかな、ちょっと15人ぐらいの方にちょっと協力していければいいなというふうに思いますのでね、ちょっとね初めての試みなんですけどね、今日も一日ではねよろしくお願いいたします。さあ、というわけでですね、まず一人目ですね、はい、ちなみに誰推しですか？かすみちゃんが一番。かすみですね、はい、ちなみに今日はどこから？今日は地元近くなんで、今日初めて、ね、初めて、地元ってことは名古屋の人ですか？まあ最近、例えばアクアのシックスンスとか、その虹ヶ崎のシックスンスとか、まあリエラのフォースがちょっと名古屋に優遇されて、逆にちょっと大阪が来ていないという状態今日が今結構多発してるんですけども、それについてっていうのはどう思いますかね？そうですね、逆になんか名古屋飛ばしとかよく言われてる、まあ、名古屋に近くでも、はいはい、飛ばしとかよく言われてるイベントとかスケットとかやっぱよくあるから、はい、なんかそういうなんかここだけ来ないよっていうのはよく分かるんですよ。はい、だからちょっと、まあ、やっぱりなんか全国でね順番に回っていくみたいな話じゃないですか、はい、やっぱそうなんかみんな交通費とかも結構高いから、あーそうですね、やっぱり交通費がねやっぱりこう地方民の問題なんで、逆に今ちょっと、まあ、大阪飛ばしで少ない理由についてがちょっとまあアリーナ不足なんですけども、ちょっともしその名古屋に住んでる人であればちょっと大阪飛ばし解消するにはまずどうすればいいかなっていうふうなことありますか？難しいなあ難しいな、大阪飛ばしどうするかな、うーん難しいな、やっぱりでも、これやるっていうこれだけでも大事だし、はい、ここにファンいますよね、ちゃんとアピールしていかないと。アピールして、はい、わかりました、すみません、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、まずは、リナリー推しですね、とリエラがそのしきちゃん推しですね。あ、はい、今日はどちらからお越しですか？神戸です。神戸、あ、こ、神戸です。神戸です。神戸、あ、神戸、ちょっと関西弁、ちょっと今大阪飛ばし最近ちょっと増えてるじゃないですか、はい、虹ヶ崎とはリエラでちょっとそれについてどう思いますか？はい、ありがたいです、すごくありがたい。え、なんでですかそれは？んいや、神戸なんで近いんで。あ、神戸なんで近い。あ、別にその名古屋やったらまだマシなので生きるっていう感じですか？そうですね、あ、そうですね、名古屋はやっぱ近いです、ね、あ、そうですね、はい、では逆にちょっともしその大阪飛ばしを、はい、まあ、大阪で今後増やすっていうことになったらまずどうすればいいというふうには考えますか？大阪で増やすっていうのは、その大阪での公演を増やす、要はその大阪飛ばしをなくすことについてどう思いますか？どうなんですか、まあ、関西の人がまあ増えればいいんでしょうけど、あ、まあ、でも結局東京が多いからそうなってるんですよね。あ、はい、現状で関西が違うんじゃないですか。あ、わかりました。すいません。ありがとうございます。その貴重なお時間。今日はどちらからお越しですか？今日は京都からです。あ、京都からですね。私も京都です。あ、そうです。いや、嬉しいです。はい。ちなみに誰、あ、あゆむちゃんですか？あゆむちゃん。あ、一緒です。ありがとうございます。一応、今ちょっとリエラとか、まあ、虹ヶ崎ですごい、まあ、大阪飛ばしとか増えてるじゃないですか。あ、そうですね。ちょっとそれについてどう思います？ちょ、関西民としては。やってほしいっていう気持ちありますよね。あ、そうですね。やっぱり。それをそのもしそのなくすっていうことになったらどう思います？いや、それを大阪飛ばしになっちゃう、悲しいです。じゃあ大阪飛ばしをなくすっていう、あ、 大阪、あ、大阪に来てくれたってことです。はい、大阪来てくるにはそうどうすればいいですかね？どうすれば、いや、まあ、やっぱ関西のファンがもっと増えたらっていうことなんじゃないですかね。ああ、関西ね、やっぱり今アリーナ、まあ、関西のまずファンが増えてほしいのもありますね。やっぱり今アリーナが少ないとかって言ってるじゃないですか、はいはい、やっぱそれもあるんじゃないかなというふうに思うんですね。わかりました。いい会場がね、いい会場がないんですよね。わかりました、すいません、ありがとうございます。ではね、よろしくお願いします。お願いします。
はい、まず今日はどちらからお越しですか。今日実は宮崎から。あ、宮崎ですか。あ、のんちゃんの地元ですね。宮崎からお越しです。すごい遠くからようこそですね。いえいえ、はい、まずですね、今ちょっと今ラブライブシリーズではまあいろいろその名古屋とか優遇されて、はい、大阪がすごい飛ばされている状態なんですけども、はい、この九州民としてはどう思いますか。つまりそのライブ会場問題的な。あ、そうですね、はい。まあそうですね、その大阪はフォースライブの時に確かフォース？あ、そうですね、フォース強制でしました。感じだったので、はい。まあそうですね、まあ宮崎来ない。あ、そうですね、やっぱ宮崎は。だからそれよりかはまだマシな方なんじゃないかな。あ、マシな方です。はい。次なんですけれども、はい、今。まあ、大阪飛ばしがされているまあ理由についてが、はい、まあ、なんかアリーナが今不足しているらしいんですけども、もしそれをそのなくす、大阪飛ばしをなくすにはちょっとどうすればいいかなというふうに思いまして、本当に答え何でもいいです。難しかったら何だろう。ちょっとわからないです。わからないですか。あ、すみません、本当に。そうですね、やっぱり貴重な時間、すみません。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、というわけでですね、今回あの名古屋現地ですね、撮ってきたのはね3人なんですけどね、ちょっと他ね、あの今回あの一応ね10人の方にねちょっとアンケートご協力させていただいたんですけども、ちょっとですね、3人中残りのね人、何人だったかな、7人の方がですね、ちょっとあのカメラが本当にどうしても NG だということでね、ちょっと今回は、ね、あのちょっと集計の方をね、あの独自の方どういうあの文字だけちょっと私からなんですけどもね、ちょっと紹介していきたいなというふうに思います。はい、まずというわけでですね、3人目の方はですね、埼玉から来られた方だそうでね、こちら、大阪都市名古屋優遇についてどう思うかについてはね、別にいいということでね、はい、そして最後、それをなくすにはどうすればいいのかというふうあれあれば、関東以外でも、まあ、やるなら、まあ、行く人はいるということでね、はい、すごい、まあ、こういう意見も出ました。はい、次4人目はですね、滋賀県から来られた方です。はい、滋賀県から来られた方はですね、こちら、大阪飛ばしについてどう思うかについては、まあ、交通費は、まあ、増えるんですけども、まあ、遠征する機会が増えるということでね、本当にまあポジティブにね、まあ、取れているかなというふうに思います。そして最後、大阪飛ばしなくすにはどうすればいいかなというふうについては、まあ、こちらは会場を増やすというね、本当にまあ私の言ってることで、ね、ほぼ同じようなね意見が出ました。はい5人目、5人目の方ですね、まあ、アンケート OK だということで、はい、6人目、はい、6人目の方はですね、名古屋から来られた方です。はい、こちら、大阪飛ばし、名古屋遊具についてどう思うかについてはね、まあ、両方してほしいということで、はい、まあ、やっぱ本当に、ね、まあ、3都市と言ったら、まあ、東京、大阪、まあ、名古屋というふうにね、3都市ならね、ちょっとまあ、そこは最低限やってほしいかなというふうに、ね、私も思います。さあ、そして、大阪飛ばし、なくすにはどうすればいいのかな、いいの件についてはね、大阪の良さは、まあ、ただ伝えるということで、ね、はい、もう本当に、すごい、まあ、これも大事だなというふうに思います。そして7人目はですね、またこちらも名古屋の方で、大阪飛ばしについてどう思うかについてはね、まあ、どうとは思っていない。そして最後、大阪飛ばしなくすには、まあ、どうすればいいのかなというふうに、どうすればいいのかというふうについては、まあ、考えたことがないということでね、はい、ちょっと本当に唐突な質問だったんですけど、本当に申し訳ないです、すいません。はい、8人目はですね、埼玉県から来られた方です。埼玉県、こちら、埼玉の方から来られた方については、まあ、何も思わないというふうにね、意見が出ました。はい、最後、大阪飛ばしなくすにはどうすればいいかというふうな質問に関しては、ちょっとこれすごい面白い回答が出たので、まあ、紹介するんですけども、まあ、運営が、国にお金を貢ぐということでね、はい、まあ、どう言ったらいいかな、まあ、まあ、要はまあ、いろいろまあ、会場を作るかな、まあ、会場を作ると言ったら、まあ、捉えたらいいでしょうか、まあ、そういう、まあ、気がします。はい、そして9人目。9人目の方、こちら、千葉県から来ました。はい。ちょっとね、最後、次。大阪飛ばし、なくすにはどうすればいいかな、というふうな質問に関しては、ノーコメント。大阪遠いということで、ね、はい、やっぱり皆さん、私もね、本当に東京本当に遠い。いや、逆に、関西民では私からしてもね、すごい、まあ、東京はね、遠いので、なかなか行けないので、ね、まあ、そう言ってる気がね、わかる気がします。はい。そして最後、大阪飛ばし、なくすにはどうすればいいかという、そこに関しては、キャパ、会場を増やすということでね、はい、こちらもね、すごいオーソドックスな内容が出ました。はい、そして最後、10人目の方はですね、千葉県、こちらの方も千葉から来られた方です。はい、これ、
大阪飛ばし名古屋遊具についてどう思うかについては、まあ、名古屋はまあ少なかったので、まあ、逆にいいと思う。はい、まあ、最近ね、これアジア大会、ね、2026年、アジア大会で、まあ、アジアのオリンピックがあるんですけども、そのアジア大会に関してね、すごい会場が名古屋やいろいろね、できているので、まあ、それがあってこそ、まあ、ライブ会場がね、増えてるのかなというふうに思います。さあ、最後、大阪飛ばしなくすにはどうすればいいかというふうな質問に関しては、まあ、キャパですね。はい、すごいキャパが、大阪ね、すごい少ないところね、多いのでね、やっぱり本当に他に作ってほしいかなというふうに思います。はい、まあね、ここまで10人の方でね、まずはアンケートご協力くださり、ありがとうございます。はい。ね、この大阪飛ばしを、まあ、なくすには、まあ、どうすればいいかというふうな件に関して、ね、本当にまあ、担当直人に言えば、本当にアリーナ、会場を増やすということでね、はい。今ね、ちょっと会場、まあ、神戸で、まあ、新しいアリーナのね、まあ、計画はあるんですけども、それがね、まあ、2024年だったから、2024年にできるのでね、ちょっと本当に早くできて、そこで、ね、ラブライブシリーズもライブしてほしいかな、というふうに思います。はい。というわけで、本日はちょっと、グダグダかな、という、そういうな、グダグダ的な動画にはなったんですけども、大阪飛ばしについてのアンケートでした。はい。ね、本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。さよなら。